誰？誰かいるの？あなたは？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ひどい傷。大丈夫ですか？大丈夫？麻也子、御堂麻也子よ。小次郎さんでしょ？肩消毒はしたわ。肩をこっちに向けて。これでいいわ。別に、マリナさんから聞いてるけど、あなた悪そうな人に見えないわ。悪でも弱そうだから大丈夫。男でしょ？お腹、空いてるんでしょ？呆れた？涙なんか流して。どうぞ。うん。いいわ。
そんなにガツガツ食べなくても。はい。ガツガツ食べると喉に。ほら見なさい。はい。そんなにごくごく飲んだら気管に。ほーら見なさい。もう子供みたい。もうちょっと息継ぎをしながら飲まないと窒息してしまうわ。痛み止めのお薬を入れておいたわ。そんなすぐに効くわけじゃない。で？どうもしないわ。おかしい女だ。なんでこんなに怪しい男のことを。なんと思ってる？傷を負ってる人をないがしろにはできないわ。それに、悪い人に見えないから。もう出航してるわ。ええ。日本はもう遠くよ。また来る。小次郎、小次郎がどこかに行ってしまったら、私は、私、小次郎のそばにいるよ。そばに、いる。起きたの？どうしたの？弥生？何それ？変なの。だって寝顔が可愛らしいんだもの。鼻がピクピク動いて薄ら笑い浮かべたりして。でも気持ちよさそうに眠ってたから。そうね。マヤ子でいい。大丈夫って？誰も機関室なんて来ないわよ。服、破れちゃってるね。ほら、パパの一着、くすねてきたの。うん。サイズ、合うかな？よかった。着てみる？何か欲しいものある？え？え？はあ、変な人。うん。何？
和風、洋風、中華風、パーティー会場行けば大体何でもあるみたい。今晩はイベントがあるのよ。シチュー？もうちょっと固形物だと運びやすいんだけど。おむすび。ずいぶんと差があるのね。探してみる。その他は？何？あれからというと、どこから？だいたい丸一日くらい。もう夕方かな。おむすび、これだけでいいのね。わかった。また来るね。これは失礼。少しよそ見をしていたようで。以前どこかでお会いしましたか？そうですか。職業柄人を見る目はあるつもりですが。おや、その服は。なかなかいい色の服ですな。私の趣味とぴったりだ。一般の招待客の方はセレモニー開始までお待ちください。それではあと少しで戴冠式が開催されます。心配したわ。そう、よかったわ。そうだ、おにぎり持ってきたんだけど。はい。すごい。あっという間に5個も。だってどれ？そうよ。パーティー会場に行ってどうするの？
別に構わないけど、構わないけど。こんばんは。どうも。その時になればわかるわ。声をかけてくるから適当に答えてるだけ。夢とかそういうんじゃないわ。こんばんは。パーティー会場へ入れていただきたいんですけど、この男性は私の婚約者です。探してるの？なんかキョロキョロしてるから。そう、あ、これは失礼しました。お怪我はありませんでしたか？それでは失礼させていただきます。今さら何を言うのです。しかし私は反対したはずよ。不可抗力というやつですな。そんな理不尽すぎるわ。そうですな。言ってみれば彼は殉教したと言ってもいいでしょう。殉教？ストールマンが殉教ですって？そうです。イスラム国家にふさわしいではありませんか。ミド、あなたはまだあれを使うつもりなの？無論です。
でなければ我々の寄って立つ基盤が崩壊するではありませんか。それが時代の流れならば。違いますな。時代の流れとは人が作るものです。運命に身を委ねるのは実力のない愚者のすることですな。だからって人間の尊厳を何だと思っているの。あれに尊厳などありません。それはあなたが一番よく知っているはずだ。あなたは率先して私にサインを表明していたはずです。違いますかな。あなたにではなく国の発展と向上に対してね。同じことですな。私は国の発展と向上を望んでいます。あなたが望んでいるのは。申し訳ありません。しかし大体においてあれはあなた。ヘリの音だ。何事だ。デッキの方角だ。しょうがない。その話はまた後でじっくりと。あなたは誰ですか。警備員、侵入者です。あなたなど知りません。あなたは。さあ、こっちへ。いいえ。ああ、彼ね。彼は私の大切なお客様なのです。いいえ、お勤めご苦労様です。お久しぶりね、小次郎。髪の毛を上げていたからさっぱりわからなかったわ。ええ、そうよ。私のこと？ええ、そうね。私のことよ。アクアスティルロイドが私の名前。どうしたの？ショットバーでのあなたとは随分違うのね。普通でいいのよ。首相は私のお仕事。プライベートはショットバーのアクアだ。あなたがこの船に乗り込んでいるということは聞いていました。ええ、ある人から。ごめんなさい、その人の意向でね。でも、あなたもよく知っている人よ。プリン？そう。彼女を守っているナイトというのは、あなたのことだったのね。彼のことは話すことができない。ごめんなさい。そう、見ていたのね。あなたと出会うときって、いつも恥ずかしいところを見られてしまうわ。ええ、もう寝る間も惜しんで働いている。そう、プリシアちゃんね。そう言われることも多いわ。確かに事実無根とは言わない。確かに改革によって苦しんでいる人はいるでしょう。でも私たちはそれ以上の恩恵を国民に与えていると思っているわ。実際国民の半数近い人たちは文字も読めなかった。彼らはただ国王を盲信し、搾取を奉仕と取り違え、私物化された国家に対して愛国や友国を強制されてきた。その彼らの体に絡みつく呪縛を
私たちが解き放とうとしているの。ある人はそれを批判する。だけど私はなおもそうせざるを得ない。わかるかしら？改革に犠牲がなかったことなど、この長い歴史の中で一度だってありはしないわ。理想で世の中は動かないし、それを実現するための犠牲はやむを得ないのよ。私がその犠牲を是とすると思っている？小次郎、あなたの意見は典型的なヒューマニズムね。お子様の論理で政治を語ると笑わせるわ。小次郎、あなたはとってもいい人だわ。私ね、若い頃はたくさん勉強して理想を追い求め、そして現実の壁にぶつかって潰れてしまいそうに何度もなったわ。私自身ね、自分自身の言葉を半分くらいしか信じていないのよ。ああしてあなたと話している間中、自分の答弁に疑問を抱いているの。これが現実よ。政治とはこういうものよ。理想を嘲笑し、現実の矛盾点をさも知った風に肯定する。これほど非建設的なことはないのだけれど、多くの政治家がこれを口にし、向上という言葉から目を背けてきたわ。だけど私は違う。違う政治家でありたいといつも思っている。小次郎、あなたと政治を話すのはとても楽しいわ。学生時代に戻ったのよ。政治の目的とは何かしら？何？そうね、そういう人はエルディアにも少なくないわ。政治の目的とは人々を幸せにすること。そしてそれはどのようにではなく、現実にどうなったかが重要なの。そう、だから私の民主化政策も実は一つの手段でしかないと思っている。民主制だろうと君主制だろうと、人々が幸せになれればそれはいい政治だと私は思うの。違って？それを実現するための手段が私と王権派とでは違う。それだけのことよ。いいわ。そうね、それはできないわ。プリシアは、彼女は私たちをまだ欺いている。見た目に騙されてはダメよ、彼女は。でも話してみるのもいいかもしれない。そろそろお互いのわだかまりを捨てて新たな段階に。ある女性がいるの。ごめんなさい、関係のない話になってしまって。その女性はね、国王の側室にいたわ。そうね、お妾さんのこと。その女性はね、国王の子供を身ごもったわ。けど堕胎を拒否して逃亡した。そしてある時、一人の女の子を産んだの。そして母親はその後、爆弾テロによって殺されたわ。その女の子はね、まだ生きているの。誰だと思う？それは、時間だわ。お仕事よ。それが終わったら話すわ。セレモニーが終わったら戴冠式が始まる。その後で私が次期女王を承認しなくてはならないの。彼女は守ってあげたい。マヤ子さん、あの女の子はかわいそうな子だわ。詳しいのね。けれど心配は無用よ。さてと、熱いシャワーでも浴びてすっきりさせないと。でも話せてよかった。カツラギから言われているわ、不肖の息子だって。血はつながっていないらしいけど、とても似ている。
彼の若い頃を見ているようよ。プライベートなことよ。内緒。それも内緒。何よ、改まって。まだ誤解が解けたわけじゃなくてよ。とにかく、戴冠式が終わったらまた話しましょう。あのことを言わなくてはならないわ。じゃあ、小次郎、戴冠式を楽しみにしていて。これは失礼。おや、またあなたでしたか。ん？どこかで。どこかで。いえ、私が言っているのはその服でして。いえ、私が以前つけてしまったタバコの跡がそのまま残っている。もしや。ここは私の娘の部屋になりますが。どなた？どなたでしょうか？小次郎？小次郎だろ？そんな髪をあげたってわかるさ。ほら。ほら見ろ。小次郎じゃないか。なんで？なんで小次郎がここにいるんだ？なんだよ、あの髪型は。私はわかるさ。小次郎も戴冠式に招待されたのか？え？小次郎は招待されていないの？ああ、命の恩人を招待しないのは神罰が下るってさ。なんだ、知らないのか。がっかりだな。昨日の朝刊に載ったんだ。葛城探偵事務所、プリシア次期女王無事保護ってね。まず最初に小次郎へ連絡したんだけどね、誰もいなくて。あの時？時間がわかるの？まあ、でもこれで一気に汚名を返上できそうだよ。マスコミはこぞって事務所を叩いてくれたし。しょうがないさ。それが彼らの仕事だものな。まあね。でも今回は、ただ運が良かっただけという感じだったけど、なぜわざわざうちの事務所まで来たのかな、彼女。そうかな。
小次郎ならきっと喜んでくれると思っていた。怒られたり妬まれたりしたらどうしようかって少しだけ心配してたんだけど。うん、小次郎はなんでこの船に？まさか私を追ってきたとか気の利いたことを言ってくれるとは思わないけど、仕事絡みかだろうな。え？かなり危険な山なんだろ？だってわかるよ、小次郎が必要以上に明るく振る舞うときはかなり危険なんだ。それはそうだけど、小次郎。うん、そうだ、マリナとは会えたのか？知っていたんだ、小次郎に会いに行ったと思うんだけど。うん、まずかったかな。危険なことしてるんじゃないだろうな。だって、うん、プリシア次期女王とはお会いしたのか？なぜ彼女のことを知ってるんだ？なぜ知っているんだ？彼女が新聞に載ったのは昨日の朝刊だ。そしてそれを小次郎は知らなかった。彼女は誰かに助けられたと言っていたが、小次郎、昨日の夜はどこにいた？なぜホテルから逃げてきたと知っている？まさか小次郎が？銃撃戦とは新聞にも書いていなかった。彼女から直接聞いた私しか知らないはずだ。小次郎、バカ。バカ。なんでいつもそうなんだよ。自分の身を危険にさらしてまで人のことを心配して、バカ。銃撃のどこが危険じゃないって言うんだ？縛られて海へ落とされたっていうのも？そんな、大丈夫なわけ。もし私のためにやっていることならすぐにやめてくれ。そうか、それで聞くような男だったらここまで好きにならなかったよ、小次郎。どうしたの？そうか。え？ううん。私、ずっと小次郎のそばにいるよ。今は着替え中です。また、後で。小次郎、今は私を見て。小次郎。キスして。小次郎、おでこ？つまんないの。え、誰？葛城さん、入りますね。ちょっと待って。私、その、知らなくて。誤解？小次郎、誤解ってどういうことだよ。誤解だなんて、小次郎。私、身を挺して私をかばい、救ってくれたあなたのことを。私、本当に無神経で。ごめんなさい。小次郎、待って。今はここにいて。
そして私を安心させて。小次郎、私の気持ちも分かってよ。彼女を追うなら私、小次郎を諦める。小次郎の子も一人で育てる。そのくらいの覚悟が今の私にはあるの。あ、本当？でもプリシア女王は？それは私を選んでくれるってこと？小次郎、私もっとキスしよう。小次郎が良ければそれ以上だって。うん、嬉しいんだよ小次郎が私のために。小次郎、私の小次郎。ダメ、もっとキスして。シャワーを浴びてくるね。はい。はい。だって服を脱いでる途中だったのよ。やよい、私よ。え、マリナか？いるんでしょ。入るわよ。ちょっと待って。まったく、何をやっているのよ。今ちょっと着替え中で。着替え中ね。すまない、あと少ししたらまた来てくれないか。ここで待ってようかしら。おい、マリナ。どうしたの？なんでもないよ。影で何をやってるんだか知らないけどさ、まったく。まあ、別に男女のリビドを止めようとは思わないわ。お互い若いんだしさ。彼、そこにいるんでしょ？ドキ。ちょっと彼を借りたいの。出てらっしゃいよ。お互いいろいろと話し合うことがあるんじゃない？お久しぶりかしら。少しお話があるんだけど、構わないかしら。物分かりがいいじゃない。その通りよ。マリナ。大丈夫よ。別に取って食べたりしないから。それよりも早く着替えなさいよ。もうすぐセレモニーが始まるわ。わかったよ。マリナ、手を出したら承知しないぞ。そこまで飢えていないわよ。私にも彼氏はいるの。え、誰？ナイス。とにかく天城小次郎さんを借りていくわ。そうね、そうありたいわ。はじめまして。いろいろと嗅ぎ回っているようじゃない。へえ、言うじゃない。天城小次郎ね。プリシアさんに聞いたのよ。ダメよ、女を泣かせちゃ。彼女のあなたへの感情は異性へのそれね。だけどその感情はあくまでないか。難しいわね、その辺。何？さっそうと来たわけじゃないけどね。でもそうよ。あなたは何のために？もうすぐオープニングセレモニーね。
どっちにつくか聞かせてくれない？プリシアか、マヤコか。おじさまと同じことを言うのね、あなた。あなたの元上司、息子同然の腐れ外道なんですってね。あったわ。あら、すごい表情の変化ね。何？ご忠告を感謝するけどね、私はもう決めてるの。彼と結婚する。何？失礼ね。私が結婚できる玉じゃないってわけ？おじさまもそれを了承したわ。うっさいわね。そう、一緒にスイートホームを作ろうって。なんとでもおっしゃい。話していないわ、おじさまの意向よ。ハイビル？おじさまから聞いたのね。おじさまから。そういうあなたもマヤコちゃんを助けてくれたことがあったわ。お礼を言っておく。お互いきっかけは違ったけど、同じものを追っているみたいね。大使館での御堂氏とのやりとり、なかなか鎌かけるのがうまいじゃない。どこまで知っているの？食えない男だわ、やっぱり。どこまで知っているの？そうね、お互いの情報を交換し合うというのはどうかしら。私もよ。人を不幸にする機密など百害あって一理なしよ。それはお互い様ね。じゃあ、リーダーシップの私から話しましょう。お互いフェアに行きましょう。なるほどね。私は特にシリアのことね。うん、これから私が彼女の母親になるんだもの。彼女は旧情報部の残党を一掃した時、網にはかからなかったわ。おじさまは全ての人がここへ集まると言っていた。シリアが目的を有している限り現れる。でもあなたがディーブ、ニセコウの線から本件に絡んできたことは意外だったわ。弥生から聞いたわ。二階堂さんはお気の毒ね。彼が犯人かどうかはまだわからないわ。実行犯は別にいるかも。ええ、概要は大体話したけど、テラーに間違いないと思うわ。とにかく人を殺しまくっているという感じがする。でも何らかの法則性はあるはずよ。動機はあるわよ。そう、そのお金の流れを追えば、おのずと動機も浮かび上がってくる。そうね、私もそう思う。確信じゃない、確証がないのよ。同感ね。じゃ、まずはそちらから。リーブ他の旧情報部の残党を利用して。ええ、ストールマンは彼らの捕まる口を割った。二階堂氏は御堂大使からも二重に依頼を受け、リーブの裏をかこうとしていた。御堂大使もそうまでして国事を手に入れようとする目的はただ一つだった。彼はマヤコちゃんを危機から救おうとしていたんじゃない。危機に陥っていると宣伝したかった。確かにマヤコちゃんは王位継承の資格があるかもしれないけれど、彼女の身の回りの危険は世論形成のためのとんだ茶番だったってわけね。そうね、私も彼は怪しいと思う。さっき話したホテルでの殺人の件にしても。でも私は気になる、彼の言葉が。おじさまは
彼女に気を許していないと言っていた。彼の意向に沿えば同時にもう一つの推理も打ち立てられる。今までの推理はあくまで推理でしかない。物的証拠は何もない。だから通る筋なら他にもあるということよ。プリシアよ、彼はこの客船のどこかにいる。私は彼のやることを最後まで見極めたいと思っているだけよ。そうね、でもそうはなりたくない。安易な憐憫は彼女を逆に傷つけるんだ。彼女が仕組んだ可能性を示唆しているだけよ。無意味だけど、人の行動は決定づけられるわ。おじさまのやることを見極めたいと思っているだけ。わからない。待って、私はプリシア、彼女に得体の知れないものを感じている。何か隠しているわ。あなたは異論があるでしょうけど、私はプリシアを完全に信用はしていない。別に彼女が実行犯とは言わないわよ。だけど殺しの依頼ならできる。そう考えてもみて。今回死んでいた人たちを消去していくと一番得するのは誰？同時にプリシアもよ。彼女はマヤコちゃんがいなくなれば事実上巨大な権力を手に入れられるわ。首相も殺されたら？別に彼女を逮捕拘束などもできないし、するつもりもないわ。そう考えているだけ。違う、御堂大使にだけ焦点を当てることへの危機感。現状はもっと不愉快かもしれなくても、とりあえず花火大会がね。どうするつもり？そうね、お互い敵対しないことを祈ってる。敵対しないよう願っているわ。また会えるといいわね。花火を見ていたの。このオープニングセレモニー前から期待してたのよ。最高。そっか、知っていたのね。私ね、夢の世界にいるみたい。こんなの初めて。告示をどうするつもり？あ
なたの着替える前のジャケットに入ってた。ええ、私に女王になってもらいたくない？それともなった方がいいのかな？私のこと力づけてくれてるのね。告示はプリシアに渡すわ。え、もともと私には過ぎた責務だった。いいの、もういいの。小次郎、私と結婚して。私の番はまだずっと後なの。そうかもね。大丈夫よ、渡すわ。そうよ、私が告示を渡すと言ったから受け入れてくれたの？そうね、小次郎が好きというのではだね。どうされたのかしら。時間にはうるさい人なのに。イベント前のロイド首相は誰ともお会いしないわ。以前迎えに行った人がひどく叱責されたらしくて。ええ、もっとも形だけだけどね。どうされたのかしら本当に。うん、私はいい。キャビアよ小次郎。裏方さんが相談していたのを聞いてしまったんだけど、ロイド首相がまだいらしてないというの。おかしいわ、時間にはうるさい方なのに。始まるわ、行かないと。あなたが準主賓ですもの。早く始まってしまうわ。このような流れにもかかわらず、我がエルディアは驚異的な進歩と向上を遂げてまいりました。前国王が崩御されて半年近く、政権不在の国政を指揮してきたロイド首相、そして閣僚各位に感謝したいと思います。
それではロイド首相に。何？まだお見えになっていない。申し訳ございません。首相はただいま気分が悪く、席を外させていただいています。それでは先に進めさせていただきます。前国王の意思を継ぎ、国政を行おうとする勇気ある女性を紹介させていただきます。その女性こそ、次期女王、プリシア・レム・クライム様その人です。王位の継承に必要なことは、もう、お知りらっしゃいますね。私には。ここにお集まりの皆様、皆様には、ここで重大な発表があるのです。私には一人娘のマヤコがおります。詳細は後ほど申し上げましょう。まずはマヤコ。それでは彼女の口からご説明申し上げましょう。お久しぶりですね、マヤコさん。プリシア様、お会いできて光栄です。あなたがあれを？はい。どうなさるおつもり？どうしてほしいですか？私の生い立ちはご存知でしょう？知っています。あなたのことは。国王である叔父から聞き及んでおります。では、私が何をしたいのか、何を言いたいのか、ご存知のはず。ええ。あなたの言うことには全て従いましょう。それがあなた方王族の罪の償いですか？それ以外に何をお望み？真相と真実を、今ここにいるすべての人たち、真相をお話しできますか？プリシア様、あなたの口から。無論です。マヤコ、何をごちゃごちゃ話しているんだ。早くしなさい。はい、パパ。お集まりの皆様、私御堂マヤコはここに重大な決意を発表させていただきます。私は今ここに王位継承の証である国示をこの手に持っています。これをプリシア様にお渡しし、エルディアの発展と向上に尽力を傾けていただきたく思います。マヤコさん。マヤコ。そしてこの席上において、私が結婚することを皆様に知っていただきたく思います。マヤコさん。マヤコ、お前は一体何を？私の人生の伴侶は天城小次郎様、その人です。え？何？マヤコ、お前まさか。マヤコ。
Thank you.
気がついた？あ、ダメ。まだ立ち上がったら。そうね。気分は？よかった。頭を強く打ったみたいだったから、心配していたの。大丈夫？肩も大丈夫？でも、また傷が開いちゃってるみたい。え？どこかの戦争みたい。ええ。わからない。船が揺れたと思ったら、急に。小次郎は床に頭から倒れてしまって、私はパイプにしがみつくのがやっとで。だいたい10分くらいかな。ああ、まだ立ったら。なんだか変なの。どこに行くの？立って。やってみたけど、鍵が壊れていて。完全に閉じ込められちゃったの？あ、ピストル！そう、助かるのね。どういうこと？わけにもいかないってどういうこと？どうしたのかしら？
何をしてるの？帰ってこないと。どういうことなの？戦争が。血を流してしまったわ。私よりも体温の低下が激しいはずよ。私は平気。お願い、ここで小次郎に倒れられたらそれこそ困るわ。それに肌寒いのは何も室温のせいだけじゃない。ねえ、そのピストルでドアを破れないの？ことなの？海の底？じゃあ船は沈んでしまったの？海の底に。海水が流れ込んできたら溺れ死んじゃう。そうしたら結構バカみたいね。何？壁を？そうね、そうよね。何？そう？やっぱり変な人。誰も答えてくれないね。血がまた。私がするわ。ごめんなさい、私力がなくて。やっぱりもう。どうしたの？